はい、どうもです。親父でございます。今日はね、新しくねセブンイレブンができてたんだけども、そこがオープンしてるかどうかちょっとね見ながら散歩したいと思います。ついでにね、先日買った、スマホの話もちょっとしながらね、雑談散歩とさせていただきたいと思います。はい、ちょっと公園に来てます。公園ね、まあ、大体いつもの公園です。はい、で、まあ、スマホなんですけど、なんだっけ、ショート動画でちょっと撮りましたけども、エクスペリアのね XZ3 XZ3 かなをまあ購入したんですけども、まあ、購入するにあたってね、なんかいろいろあった。なんかなんだっけ、iPhone の古いやつね、iPhone8 だったかな。なんかそれだとさ、1円で買えるっつって。うん。アパート更新のお金もかかるしさ、1円で買えればいいかなと思ったんだけど、なんかあれね、機種変じゃなくて、乗り換えみたいなね、乗り換えなら1円なんだって。でその他にさ、SIM カードと本体購入で2万2000円割引っていうのもあったのよ、ゲオさんね。うん、なんか詳しく分かんなかったから一応それもさ、こう聞いてみたの。そしたらさ、やはりね乗り換えなんだって。それも乗り換えすることによって2万2000円割引してくれるってことで、ちょっと考えてたのよ。ちょっと私が購入しようと思ってたやつよりグレードが高いやつが税込み2万7000円ぐらいで、でどっちみち SIM カードはね買い替えないといけなかったから、だからそういうこと考えるとお金がないがために1万4000円のを買おうと思ってたのを2万7000円のにして、で差額7000円ぐらいでそのいいやつが購入できるんでね、これはいいんじゃないかと思って聞いたらね、やっぱり乗り換えだけだと。うん、残念でした。で結局ね、その後も一回ね au ショップだとか、あとは家電 量販店、まあ、山田電機とか小島とか野島とかいろいろあるんですけど、まあ、そこに行ってちょっとね見てきた。その1円で購入できるプランのやつとかねちょっと見たけど、そういう時に限ってやってなかった。うん、で UQ モバイル端末のやつでもうあったんだけど、そこで買えばさ本体一括じゃなくていいから分割でね購入できるんで、スマホ購入金額をアパートの更新代に充てられるから、それも一つの手だなと思ってたんだけど、なんか初めてスマホみたいな感じでさ、初めてのスマホを使う人でも使いやすいような、うん、まあ普段使いも別にそこまで悪いものではないんだけど、やはり動画視聴だとか動画撮影ってことを考えるとちょっと向かないかなと。うん、そういう感じですね。だったので結局ねその後にゲオに戻りまして、まあ、そのスマホを買ってきた感じです。まあ、購入の際にねなんだっけ、SIM ロック解除、これをね自分の方でしなきゃダメですかって話をしたら、いやもうロック解除はできてるんでもうそのまま使えますよってことでした。ただ書いてね、SIM カード差し込んだらやっぱりね事業者によりロックされてるみたいなことが出てたんですよ。で、あ結局解除してないかと思って、でまあ解除手続きをね電話じゃなくてスマホをテザリングでつなげて、
でやってみたんだけど、なんとかね頑張って最後まで行ったのよ。それだからね、あのSIM ロック解除の受付を終了しておりますみたいな感じで、うん、だから結局 SIM ロック解除できてんのね。だからなんでそれが使えなかったかっていうと、多分私のその SIM ロック、今回 SIM カードも買い替えないといけないんで、うん、オープンって書いてるけどやってんのかな、全然駐車場がいないんだよ。ほらこれオープン、駐車場全然いない、誰もいない。だからその新しいなんだっけ、 SIM カード、危ない、これオープン、オープンね、 SIM カードにしないと SIM ロックが解除されててもダメなのかもしれない、ね、オープン出てるでしょ。だからさ、以前ブックオフで SIM ロック解除が できてたのをしてなかったからっていう話をして、返品したことがあったじゃない。だからあれも SIM 解除できてたのかなと思って、うん、そう思った。だから結局 SIM カードを買ってからちょっとそこら辺結論付けたいなと思っております。ほらオープンって書いてる、うん、ちゃんとねやってそう。あのお客さん全然いないんだけど、せっかくオープンしてるんでね、ちょっと見ていこうと思います。でちょっと見たらね、もう新しい店舗はね、あの Wi-Fi やってませんって書いてある。3月いっぱいでね Wi-Fi 終了するってことなんでね、ここら辺かな、うん、全然指が見えないわ、うん、指、ここら辺ね、うん、ということでね、ちょっと行ってきたいと思います。はい、ご視聴の方ありがとうございました。それではまた、バイバイ。